画面ってしないです少々お待ちくださいさっきギリギリまで通訳の方と相談をしてたんですけど、ちょっと通訳の方が Emax をご存じなかったのでもし海外の方がおられたら翻訳が大変かもしれない。あ、いいですか。じゃあ始めたいと思います。よろしくお願いします。最初に自己紹介からですけど、前田修吾と言いまして、一応まあ Ruby コミッターをやらせていただいているのと、あと、まあ普段はネットワーク用通信研究所という会社の取締役として、日々雑用していたりですとか、まあ Ruby アソシエーションの事務局長として、なんか開発合宿がしたいというお話があって、まあなんで日光でやる必要があるんだみたいな、幹事の方からのツッコミに対して、ご説明をしたりとか、そういうことをしています。で、まあ、松江っていうところから来まして、まあ、こんな感じの、自然の豊かなところから来ました。で、まあ、ちょっと奥さんの反対を押し切って買ったバイクを自慢しています。で、今日のトピックなんですけれども、まあ、一つが、Ruby で書いて、僕が作ったテキストエディターと、あと、まあ、メッセージユーザーエージェントを、まあ、そのエディター上で実装したので、そのお話と、あと、法と混沌と、宇宙の天秤について、主にお話ししたいと思います。で、テキストブリンガーっていうのが、まあ、僕が作ったエディターなんですけれども、まあ、GitHub のこちらの、ページで公開してまして、今、この画面自体をテキストブリンガーというエディターで表示しています。後ろの方文字これぐらいで見えますかね？見えない方がいたらちょっと手を挙げていただけると、多少大きくしたいと思います。で、まあ、テキストブリンガーの主な特徴なんですけれども、一つは、まあ、Emacs-like ということで、ちょっと会場の中にビーム使いの方が見受けられますので、移動されるんだったら今のうちに移動してください。で、まあ、Emacs-like というのは、まあ、キーバインディングとかが似てるというのもあるんですけども、まあ、やっぱり完成品のエディターというよりは、まあ、自分のエディターを作るためのフレームワークとして使えるようなものが Emacs for エディターかなと思っています。で、もう一つの特徴が、まあ、ターミナル上で動くというか、まあ、ターミナル上でしか動かないという。まあ、この時点でだいぶ、ユーザーが減るんですけれども、まあ、動機としては僕自身が使いたいエディターを作って、まあ、自分が普段使う環境で使えばいいかなと思って作ってます。で、まあ、PRRuby って、一応 PRRuby っていうことになってます。あと、まあ、名前がかっこいいというのが一番の特徴なんですけれども、ストームブリンガーっていう、元ネタがありまして、エルリックサーガーって呼ばれる、ファンタジー小説のに出てくる剣の名前から取ってきてるんですけれども、これはちょっと旧版の翻訳の表紙がこんな形になってまして、なんか昔ファイナルファンタジーとかのパッケージデザインとかもされてた天野義隆さんが、絵を描かれてます。エルリックサーガーっていうのは、マイクル・マーコックっていう、まあ、アメリカの小説家の方が書いた、非常に人気のある小説で、まあ、今ではちょっと絶版になって Kindle でしか翻訳は手に入らないんですけれども、まあ、主人公がエルリックっていう、まあ、厳密には人間じゃないんですけれども、人類よりちょっと古い人間っぽい種族みたいな設定で、メルニボネっていう帝国の428代皇帝という設定になってます。で、生まれつき色素が薄くてですね、髪の色が白かったり、肌が白かったりするんですけど、目は血のように赤いっていう、ちょっとルビーっぽい設定も入ってまして、普段ルビーの玉座っていう、ルビーで作った、まあ、玉座に座っているっていう。で、この人が、もともとすごく病弱なので、薬がないと生きていけないんですけど、このストームブリンガーという魔剣を手にして、まあ、人の生き地をすすると、そこから力を得て、なんとか生きていけるっていう、そういう設定です。で、まあ、この小説の重要な概念、法と、混沌と、宇宙の天秤っていう概念がありまして、まあ、法っていうのが、まあ、秩序とか規律を、まあ、象徴する概念で、
ただあまりその、法の力が強くなりすぎると、停滞を招いてしまうという。一方混沌っていうのは、多様性とか変化を象徴するわけですけど、これも行き過ぎてしまうと、すべてを破壊し尽くしてしまうということで、どっちも極端に行き過ぎてしまうと良くないので、コズミックバランスという、一番なんかよくわかんない強い力が働いていて、中立性が保たれているという、そういう設定になってまして、図にすると大体こんな感じなんですけれども。で、右側の便宜上 VIM のアイコンになってますけど、VI だと思ってください。VIM はもうちょっと左寄りらしいというツッコミをいただきました。はい。あと右下に画像イメージですって書いたんですけど、ちょっとこれ翻訳しようと思ったんです。翻訳するとイメージ、図イメージっていうのはちょっとよくわかんないので、このままにしてあります。で、プログラミングの上でも、非常にコズミックバランスのが大事だと思ってまして、混沌が悪いっていうのはみんなスパゲティコードとか悪いとかよく言うと思うんですけど、例えばテストが全然ないとかですね。で、一方ただ、あまりその法に傾いてしまうと、例えばルボコップとか最近使ってるプロジェクト多いと思うんですけど、なんかコードレビューすると、ちょっと変なコードがあって、なんでこうしてるのって聞くと、ルボコップで、警告が出るので直しましたって言うんですけど。それを、盲目的に修正して読みにくい行動になるぐらいだったら、そのようなやらない方がいいわけで、あんまりなんでしょうね。形にとらわれるっていうのも停滞を招くかなと思ってます。結局、バランスが重要だという、お話ですね。で、ちょっとここから、多少技術的な話もしていきたいと思いますけれども、ジェムとしてインストールできるようになってまして、こんな感じでコマンドでインストールできます。で、起動はコマンド名を打つだけなんですけれども、かっこいい名前なんですけど、ちょっとタイプ数が多くてですね、こんなに打たないと起動できないっていうのがちょっと欠点になってます。で、かつ、終了は Emacs と同じなので、Ctrl-X、Ctrl-C と押すっていう、よく終了できなくなる人がいるので、気をつけてください。で、デモなんですけれども、ちょっと簡単なコードなんか書いてみると、これ試したのが残ってました。こんな感じで、一応シンタクスハイライトとかもできるようになってて、こんな感じですかね。これで動くかなと思うんですけど、こんな感じで、エディターからシェル経由で実行したりもできます。ヘルプも Emacs と同じようになってまして、F1 を押して F を押すと、コマンド名の入力ができるので、例えば、ファインドファイルとかすると、この説明見て何がわかるかっていうと、ドキュメントちゃんと書いてないんで、よくわかんないんですけど、リンクをたどると、ソースコードがあるので、ソースコードを読むと使い方がわかるっていう、そんな感じです。で、キーバイニングとかも、こんな感じで見ることができるようになってます。どうして Ruby で書いたかなんですけど、一つは Ruby って非常にテキスト処理が得意なので、テキストエディターって言ったらテキストを扱うので、やりやすいんじゃないかっていうのと、Ruby が非常に動的な性質を持っているので、ダイナミックにエディターを拡張したりとかいろんなことがしやすいかなと思うので、単純に自分が楽しかったからですね。で、ここは実装の詳細を、少しご紹介します。まず、バッファーっていうのが、エディターの編集対象を表すデータ構造なんですけれども、そのテキストの内容とか、現在のカーソル位置の、ポジションの情報ポイントっていうんですけれども、それからマークっていうのが、テキスト上のある位置を覚えておいて、後で範囲選択に使ったりとか、そういうために使うものです。で、Ruby のコードで扱う時はこんな感じで、バッファーカレントとすると、今編集対象のバッファーが返ってきて、インサートというメソッドで挿入ができたりとか、リサーチフォーバックワードってやると、正規表現で後ろ向きに検索したりとか、リプレイスマッチってやると、最後に検索した位置を、置換するという、Emacs 使っている方だったら大体似たようなコマンドをご存知かと思います。実装の方法として、
ちょっと僕 VR のソースコード読んだことないんで聞いただけなんですけど、VR のバイオリンクトラインっていう、実装法を使っていて、まあ、Emax はバッファーギャップっていう、実装方法を使ってたりとか、まあ、代表的な実装方式がよくこの2つが知られています。このリンクに上げてある、書籍が、まあ、昔日本語の翻訳も出てたんですけど、ちょっと翻訳者が岩谷さんだったのでこちらの英語の原文読んでいただいた方がいいかもしれないですけども。で、リンクトラインっていうのが、まあ、一行一行、まあ、要素とする双方向リストになってまして、まあ、編集する位置に、まあ、新しい行を挿入するような形です。バッファーギャップっていうのが、まあ、文字の並びで、テキスト全体を表現するんですけれども、特徴として、まあ、途中に隙間が空いていて、で、何か、まあ、文字を入力しようとすると、入力位置にこの隙間を最初に移動してから入力をするような形になっています。で、まあ、この方法何がいいかっていうと、まあ、大体そのテキストの入力って、まあ、続けて同じ場所に文字を打ったりとか、まあ、移動するとしても、まあ、局所的な範囲で移動することが多いので、まあ、そういう場合にはギャップの移動が、まあ、少なくて済むので、まあ、普段はそんなにギャップの移動が起きない。で、バリエーションとして、まあ、複数ページに分割するものとか、あと、ギャップを常にバッファーの終端にも持つような、実装が知られています。で、選択した方法が、まあ、この後者の方で、まあ、Ruby のストリングを使ってバッファーギャップを実装しています。で、なんでストリングを使ったかなんですけれども、まあ、組み込みクラスなので早いっていうことと、まあ、複数行の検索するときに、まあ、リンクトラインだと行をまたいだ検索の実装がちょっと大変っていうのと、まあ、オブジェクトが少なくて済むっていうことがあります。で、プヤ Ruby って言ったんですけれども、まあ、ビルトインクラスは、Ruby の場合 C で書いてあるので、まあ、コミッターの人が頑張って、書いていて、まあ、自分でデータ構造を作るより早いので、まあ、こういうやり方をしてます。で、まあ、そのバッファーの内部の文字コードなんですけれども、まあ、いくつか方法を考えたんですけど、まずまあ US ASCII で最初で作って、非常に早いんですけど、ちょっとさすがに日本語使えないと、僕としては不便だったので、まあ、UTF-32 とか、もう検討はしたんですけど、ソースエンコーディングとしてサポートされてないので、ちょっと、普段使いにくいなっていうのがあって、UTF-8 を選んでます。で、UTF-8 だと、まあ、たくさん、いろんな文字を使えたりとか、まあ、ある位置から前へ移動したり、後ろへ移動したりっていうのがやりやすかったりとか、あと、拡張コード、まあ、最近の Ruby だとデフォルトで UTF-8 がソースエンコーディングになってるので、まあ、拡張コードを書きやすいっていうことがあります。で、ただ UTF-8 の欠点として、まあ、文字単位でインデックスアクセスしようとすると、まあ、先頭からスキャンしないといけないので、まあ、ON になってしまうということが、あって、解決として、まあ、テキスト全体をバイナリーで持っていて、まあ、UTF-8 のバイトシーケンスを持った、バイナリー、バイト列として、持つような形にしています。で、普段その、インデックスを覚えておくときには、まあ、バイト単位のインデックスを覚えておくんですけれども、正規表現の検索とかをしようとすると、まあ、ASCII 8ビットのままだと、まあ、検索できないので、その時だけ、必要に応じてフォースエンコーディングするようにしています。で、まあ、実際ストリングを使ってみて、バッファーの実装に向いていたかどうかなんですけれども、まあ、あまりこういう用途をもともと Ruby のストリングが想定してないので、まあ、ちょっと若干無理やり使ってるような感じではあるんですけれども、まあ、それでも自分でまあ、Ruby でガリガリ書くよりは、早いかなと思ってます。で、この話ちょっと栃木でしたところ、遠藤さんの方から、まあ、遠藤さんがオプトキャロットっていう、ファミコンのエミュレーターを作られて、その経験から、まあ、Ruby のストリングが遅いので、あれを使ったらどうかっていう、ヒントをいただいたんですけど、ただ、正規表現の検索とかをしようと思うと、さすがにそのアレイを正規表現で検索するのを、そのまま実装するの大変なので、その時結局文字列に変換しないといけなくて、まあ、さっきの方法だと、まあ、ホーストエンコーディングするだけなので、まだそんなにコストないですけれども、配列から変換となるとちょっと重いかなとか思っています。
で、バッファのお話はここまでで、次は画面の表示の話ですけれども、まあ端末上に、こういったエディターの、まあバッファの内容を表示しようとすると、まあ画面の、一部分だけ編集したときに全体を再描画すると、まあ、今の端末だとそんなに問題ないと思うんですけど、例えば SSH 越しで、そういう編集をした時に毎回画面のデータ全体が来たりとかすると、ちょっと嫌なので、できるだけその部分的に再描画したいんですけれども、まあ、実装するのがちょっと面倒くさかったので、その辺はカーシーズというライブラリに任せています。で、カーシーズというのが、端末制御ライブラリなんですけれども、Ruby の場合、カーシーズジェムという、僕が昔作った、ライブラリを使ってまして、これ昔、標準テンプだったんですけれども、ちょっと諸事情により、削除されて、今は、ジェムになってます。で、このカーシーズっていう、ライブラリの機能で、まあ、Window のイレースというメソッドを使うと、画面の内容を全部消すんですけれども、その後で画面を書き換えた後で do update っていうメソッドを呼ぶと、前の状態を覚えていてくれて、変更された部分だけ実際端末に、制御コードを送って画面を書き換えるような形になるので、効率的に画面の更新ができるようになります。で、この話とちぎりしたらやっぱりまた遠藤さんからツッコミがあって、監視使ったら PRB じゃないじゃんって言われて。ただ僕としては昔一応標準テンプだったのでこれぐらいはちょっと許してほしいなっていう言い訳をしてたんですけれども、まああとこれが僕が書いてるジェムじゃなかったらよかったんですけど、僕が書いたジェムなんで結局 C 使ってるじゃんっていう話ですね。で、あとここから拡張の話なんですけど、やっぱりその今までの話って別にまあ Ruby で、なんとか頑張ってやりましたっていうだけの話なんですけれども、まあ、ここからやっと Ruby で書いててちょっと意味があるかなっていうところになります。で、まあ、Ruby、皆さん大好きな Eval が使えるので、まあ、それを使って、エディター上で、まあ、Ruby のコードを実行するような機能をいくつか用意しています。で、例えばその Eval Expression っていうのが、こんな感じで、一番下がミニバッファーっていう、まあ、Emacs 使いの方ならよく使うところなんですけど、例えばここで Ruby の、コードを書いて、Enter を押すと結果が出るっていう、こんな感じになってます。で、Eval バッファーっていうのが、今、編集中のバッファーの、内容を Ruby のプログラムとして評価する感じで、例えばこんな感じで、これ最後評価した結果を出すので、一瞬ハローって出てるはずなんですけど、最後にいるって出ちゃってて、こういう時はメッセージズっていうバッファーに全部出したメッセージが出てるので、まあ確かにここにハローでって出てるなとかわかります。あとなんか、途中でエラーが起きると、こんな感じで、エラーを表示するんですけど、バックトレースっていうバッファーにエラーの情報が出るので、ここからどこでエラーがあったかとかが分かるようになっています。で、Eval リージョンっていうのが、まあ、さっきの Eval バッファーだと全体を、評価してしまうんですけど、コードの一部だけ書き換えてそこだけ実行したいっていう時に、まあ、選択範囲だけを、Ruby のコードとして実行するような機能があります。で、ただこれやってるとですね、Ruby の場合って定数を再定義すると警告ができたりするので、Ruby でデフォルトだとバーバスが false という値になっているので、例えば x イコール1ってやって、まあ最初はエラー出ないんですけど、もう一回実行するとこんな感じで警告が、標準エラー出力に出てしまって、画面の表示が乱れるので、フォルスじゃなくてニルをセットすると警告何も出さないようにできるので、これ非常に便利なので皆さんよく使いましょう。で、まあ、なんか定数って割と静的なものっぽく作ってあるって
って松本さんがおっしゃってて、まあ、こういうエラーも出たりするんですけど、まあ、結局あの Ruby でやってると全部動的なのでこういうことがしたくなったりします。で、コマンド定義の例ですけど、まあ、こんな感じで define コマンドっていうメソッドで、コマンドが定義できます。で、実際これ eval リージョンしてやると fizzbuzz っていうコマンドができて、コントロール U に3回押すと、まあ、あの4の倍数で、コマンドに当たる引数の数が増えていくという機能が Emacs にあるんですが、あ、間違えた。で、MetaXFizzBuzz ってやると、まあ、FizzBuzz ができるという、あの非常に便利なコマンドができました。で、まあ、なんで、def を使わずに define コマンドを使うかなんですけど、まあ、一つは、doc というオプションで、まあ、help の文字列を、渡してやりたいというのと、まあ、どこでも定義できるようにっていう、ことがあります。それから、キーマップの定義はこんな感じで、Ruby の機能で、バックスラッシュ C-X っていう括弧に書くと、まあ、コントロール X に対応するキーコードが、エスケープシーケンスで書けるという機能があるので、まあ、こんな感じでコントロール XF っていう、キーバインドを割り当てると、こんな感じで、より早くフィズバズが、出るようになります。で、あと、プログラミングモードみたいなのを、まあ、Emacs の場合、モード定義ができるので、それと同じように、まあ、編集対象の、フォーマットに合わせて、こんな感じでクラス定義をしておくと、まあ、より編集がしやすくなるという機能があります。で、あと、まあ、プラグインの仕組みがありまして、GEM としてプラグインを用意しといて、まあ、インストールされている GEM のファイルを検索するような API があるので、それを使って、GEM の中に libtextbringerplugin.rb というファイルがあると、それを読んで初期化するような、仕組みになっています。なので、関係ない GEM でこのファイルを作らないでください。あと、これだけだとちょっと、開発中不明なので、ドットテキストブリンガーの下のプラグインズっていうディレクトリの下に、置いておくと同じようにロードできるようになってます。はい。で、ここまでが、テキストブリンガーの話で、モーメールっていうのが今僕が作ってるメールユーザーエージェントです。で、モーメールの特徴ですけども、テキストブリンガーの上で動く。逆に言うとテキストブリンガーの上じゃないと動かないっていう、特徴がありまして、まあ、IMAP とか SMTP とか MIME を扱えるようになってます。あと、これも名前がかっこいいっていうのが特徴です。でさっきのストームブリンガーの小説の中に、モーンブレードっていう双子の剣が出てきて、まあ、ストームブリンガーとモーンブレードを、両手に持つ世界を滅ぼすことができるという非常に強力な剣なんですけれども、そこから取ってます。で、なんでまあテキストブリンガーで動かすようにしたかっていうと、まあメールの編集といえばテキストの編集なので、まあ同じツール使いたいってことと、まあ楽しかったからですね。で、まあ Emacs だと非常にメーラーがたくさんあって、Mew っていうのがまあよく皆さん使っておられるやつで、なんか、Rubyist マガジンにですね、昔 Mew を使っていた人はこの話を聞いてみたらどうかみたいな、過去形で書かれていて、何人の方が衝撃を受けておられました。Mew は非常に猫が可愛いので皆さん使ってください。ワンダラストっていうのを僕が、まあ、使ってたんですけど、ちょっと最近メンテナンスされてないらしいです。あと、Cメールっていうのは実は松本さんが昔作っていた、メーラーがあってですね。これも僕も使ってたことあるんですけど、チェーンメールっていう、英語だと鎖かたびらなんですけど、ちょっと日本語だとチェーンメールって言うとあれなので Cメールにしたっていう話ですけど、ちょっと、やっぱりファンタジーっぽい要素があるのかなという気がします。で、モルクっていうのが松本さんがその後に作られたメーラーで、これバックエンドが Ruby で書かれていて、まあ、ちょっと Gmail っぽいような検索の機能を持ってるっていうものですね。で、最後の2つは松本さんが作られてます。で、モーメールも GEM として作られているので、まあ、さっきのテキストブリンガーのプラグインの仕組みを使っていて、GEM インストールモーメールっていうスイートを使えます。
で、設定がこんな感じで、ま、ど、あ、そうですね。一番上の設定が、フロームの設定で、メルニボネのエルリックっていう名前で、登録してます。デモなんですけど、まあ、メタ X モンメールってやると、あ、画面の幅が若干、こんな感じで、一応スレッドっぽく表示できるようになってて、アリオ、エルリックがアリオチにメールを出して、アリオチ、アリオチ、血と魂を御身に捧ぐみたいに言うと、返事が来て、っていうような、機能があったり、まあ、普通に読めるのと、あと一応マイムが扱えるようになってて、こんな感じで、コントの力を見ようみたいなメールを開くと、EMAX のアイコンが開くみたいな。あと、転送メールとかも扱えるようになってて、マイムってマイムメッセージの中に、また、メッセージ RFC822 というパートがあると中にメールがあるみたいな再帰的な構造になってるんですけども、そういうのも、表示できるようになってます。で、こんな感じで、返信すると、メールが送れて、まあ今自分に届くようにしてあるんで、まあ、新しいメールが来てるとこんな感じで表示できると。まあ今非常にシンプルな機能しかないんですけれども、まあ一応これで騙し騙し実際に使っていて、困るとさっきのワンダラストっていうので開くっていうことをやってます。で、まあ、この実装のポイントとして、どうしてもそのメーラーとか作ろうと思うと、バックグラウンドで通信が必要になるので、それをどうやってやるかっていう問題があって、で、まあ、Emacs だと、外部コマンドじゃないとそういうことできないんですけれども、まあ、せっかく Ruby を使っているので、もうちょっとうまくやりたいと思っています。で、まあ、いくつか選択肢があって、まあ、ちょっとこれもフォート混沌で表現するとこんな感じかなって思って、まあ、イベントドリブン IO っていうのが、まあ、イベントマシンとか、Node.js みたいなやつで、まあ、コードフローはすごい、まあ、混沌とした感じになるんですけども、まあ、動機の仕組みとしては、比較的シンプルかなっていう。あと、プロセスとパイプを使った方法が、まあ、右上にあって、まあ、スレッドとロックっていうのが右下にあったので、スレッドとロックで書くのは結構辛いので、まあ、なんか他の方法を使いたいです。で、実装として選択したのが、UI 用の選択、専用のスレッドを用意するっていう方法で、これ Windows の GUI とかも同じような仕組みですけれども、まあ、UI 用のスレッド専用にしてやることで、まあ、ロックをするのをサボってしまおうっていう方法です。で、つまり、その、ユーザーとなんかインタラクションして、バッファーを書き換えたりとか表示したりっていうのは1個のスレッドでやるので、まあ、ロックしない。で、書き方としてはこんな感じで、まあ、バックグラウンドドゥってやるとスレッドが走るんですけれども、ただ、このスレッドには制限があって、この中でテキストブリンガーが提供する API を呼び出してはいけないということになっています。例えば、バッファーの操作をしたりっていうのも含めて。で、もししてしまうとどうなるかっていうと、それちょっと僕にもわからなくてですね。で、ちゃんと、スレッドを、カレントスレッドをチェックしてエラー出すってこともできるんですけど、まあ、ちょっと全部にそれ挟むのもめんどくさいなってことで、手抜いています。で、やりたいときどうするかなんですけれども、ちょっとイベントマシンのメソッド名を、盗んできて、Nextatic っていう API をしてて、バックグラウンドスレッドの中で、Nextatic っていう、まあ、メソッドを呼ぶと、そのブロックは、まあ、UI のスレッドに転送されて、そこで実行されるっていう形になっています。で、さっきのはね、ネクストティックで、まあ、要求だけ急に突っ込んですぐに終わってしまうんですけれども、びっくりマークをつけると、終了まで待つっていう形にしてます。で、実装なんですけれども、まあ、いろいろやり方あると思うんですけれども、今回使ったのは、パイプと、セレクトを使うっていうのは非常に原始的な方法を使っていて、元々メインの、ループの中で、標準入力もあってるので、まあ、そこで一緒に待つような形にしています。で、あと、あと10分ぐらいです。
メールを扱うライブラリーをいくつか使っていて、一つはメールジェムっていうのを使っていて、これで大体メールの生成とかを送ったり受け取ったり、パースしたりっていうのが全部できるようになってるんですけれども、多分、メールを作るためっていうよりは、多分、レールズアプリとかで簡単にメールを扱えるようにみたいな用途が主な用途なので、あまり細かいことはできなくて、その辺はネットアイマップを直接使ってます。で、ネットマイマップっていうのも、僕が作ってるライブラリーなんですけれども、こちらは、標準ライブラリーの中にまだ、含まれています。これもそのうち柴田さんに追い出されるんじゃないかなと思うんですけど。で、実装なんですけど、サマリーの表示が、サマリーの同期のコードがこんな感じになってて、ちょっと、モーメルバックグラウンドっていうので、二つ以上、バックグラウンド処理同時に発生させないように制御してるので、ちょっと、ラッパー用意してるんですけれども、この中で通信をやるようにしてて、真ん中に NextTick というところがあって、バッファの更新をするような形にしています。で、これはサマリーのフェッチですね。で、メールを読むときは、こんな感じで、メールドットニューっていうのがさっきのメールジェムが提供しているもので、これの引数に、メールの文字列全体を渡すとパースして扱いやすくしてくれるんですけれども、この中でレンダーっていうメソッドを、拡張して追加していて、MIME のメッセージのレンダリングって、再帰的な構造をたどらないといけないので、普通に、引数でメールのオブジェクトを渡してやってもいいんですけど、これちょっとリファインメントって僕が導入してあんまり使われていない機能があるので、無理やり使ってみましたっていう。で、メールメッセージっていうのが、メールのメッセージを表す、これ自体はメールジェムが提供している、クラスなので、モンキーパッチングを、局所的に適用するためにリファインメントっていう機能を使ってます。で、レンダーというメソッドを使っていて、中の個別のパートは、メールパートという別のクラスになっているので、そこにもレンダーというメソッドを追加して、マイムメッセージの再帰的な構造をたどるような形にしています。で、リファイメツっていうのは、モンキーパッチングを局所化する機能なんですけど、こんな風に、再帰的な構造をたどるようなコードを、普通にオブジェクト指向っぽく書けて、グローバルのモンキーパッチングみたいに他のコードは壊さずに書けるので、ちょっとだけ嬉しいけど別になくても困らないっていうような機能ですね。メールの送信はこんな風に、ドラフトモードっていう、メッセージのドラフトを扱う、モードがあるんですけれども、この中で、ドラフトセンドっていうコマンドを定義していて、メールを送るような形になってます。はい。で、結論ですけれども、テキストエディターと、プラグインを作るのは、楽しいので、皆さんぜひやってみてください。多分、僕の作ったエディターを使うより自分で作る方が楽しいと思います。で、Ruby は非常に動的なので、例えば、松本さんが一番好きなメソッドで、かつ一番嫌いなメソッドで、eval っていうメソッドがあったりですとか、オープンクラスとかがあるので、こういうふうに、実行中にテキストエディターを拡張して、普通だと、コンパイルしてまた再ロードしたりっていうステップが入ると思うんですけれども、ちょっとだけ書き換えてすぐ試したりできるので非常に、楽しいです。あとなんか Ruby 3でスタティックタイピングが入るんじゃないかって聞いてるんですけども、この辺の何でもできるのが Ruby の良さだと思っているので、なるべくそれをスポイルしないでほしいなと思って。で、あと、最後に一番言いたいのは、皆さん宇宙の天秤を保つようにですね、日々、コードを書いていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。Thank you for awesome talking. We can have about 6 minutes for a question. Do you have any question?はい。先ほど、笹原光一さんの発表を聞いた人は、多分、先ほどのスレッドを使って、
あの、ムーンメールの、メールの取得の部分のところを、スレッドじゃなくて、今提案されているオートファイバーを使うと便利そうなんじゃないかなって思うと思うんですけれども、なんか、そのあたり思うところはありますか？さっきあの、通訳さんとの打ち合わせでちょうど聞けてなくてよくわかんなかったんですけど、あれって、あの、要は、スレッドは一つだけで、ファイバーが愛用のタイミングで切り替わるようなものだと思って。まさにそうです。はい。うん。どうなんだろう。かんない。でも、そうだな。切り替えのタイミングが IO で必ずいつ起こるかわからないっていうことだと、おかしくなるケースは場合によってはあるんじゃないですかね。その UI のメインスレッドの中で、なんか文字を受け取ってから続きの処理をしたいみたいなところで、間に他の処理が入って同じオブジェクト触ってるとレースコンディションが起きるような気がするんですけど。なるほどです。ありがとうございました。いや、すごい、Emacs 上で動くアプリケーションなのに、S 式を見ないっていうのがすごかったと思います。Emacs 上じゃないです。あ、これ、Emacs っぽい。Emacs っぽいだけですか？あ、これ Emacs じゃないですよ。あ、はい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 、はい。え、それは、が、そもそも、あ、全部 Ruby で Emacs っぽいものを書き直したっていう。あ、はいはいはい。もしかして、今までの話が全く通じてなかったあ、はい。あ、で、気になってたんですけど、はい、Emacs とかだと、メタ X をしたときに呼び出すのって、ハイフンつながりじゃないですか。さっきもなんかコマンド入力してたときに、ハイフンで保管したらなんかいきなりスネークケースになって。はい、ハイフンって押すと、アンダーバーに変えてくれるっていう機能。なんで Emacs 使いの人も安心して、まずそれが何すかっていうタブを押すと自動で変えるっていう機能があるので、はい、大丈夫です。いやでもそのメタ X で結構 Emacs が助かってるっていうか、ハイフン区切りで助かってるのは、はい、そのすごい名前、関数の名前とか長くすることによって、はい、こう名前空間的なものを意識しなくても関数が、の名前が被んないっていうことだと思うんですね。でも、この方式だとすぐなんか同じ、はいはい、このメソッド名使っちゃったよ、みたいなことが発生しそうかなって思ったんですけど。それはでも、ハイフンかアンダーバーかっていうより、モジュールごとにプレフィックスつけるかっていう話になると思うんですけど、例えばさっきのモンメールっていうプラグインだと、モンメールなんとかみたいな、グローバルなコマンドはそういう名前にしてます。あ、なるほど。ちゃんとその、はい、プリミティブっていうか、組み込みのやつは、はい、短い名前で、そうですね、あって、プラグインはプレフィックスつけるか、あとまあ、はいはい、さっきのモードのコマンドっていうのはモードごとに名前空間が分けれるので、モード内のコマンドは名前が被っても、その時にアクティブなモードのメソッドが呼ばれるようになってます。あ、なるほど、はい。ありがとうございました。Any other questions? 他にありませんか? Cool. So, 前田さんありがとうございました。Thank you for the nice presentation.